はい、3月14日木曜日、今午後5時18分になったところですね。今日の日経平均株価は4日ぶりに、反発をいたしました。まあ、トピックス、日経平均、ともにですね、まあ、3日連続安の後に今日は 4日ぶりに反発というところです。まあ、日経平均株価今日は、まあ、NVIDIA も安かったですし、ソクシスも安かったのでですね、まあ、基本的には弱く始まったわけでして、まあ今日も一日ひょっとしたら下がるのではないかというような状況も考えられたわけなんですけれども、最終的にはですねプラスになったと。どちらかというとですね、まあ昨日は NVIDIA が高かったのにマイナスになってしまった。今日は NVIDIA が安かったからダメかと思ったら、実は最終的にはプラスになったっていうことでですね。どちらかというともう本当にアメリカの半導体株指数、あるいは NVIDIA の動き、これ次第だみたいな言い方をされていたのが、どうもちょっとそういう感じでもなくなってきたのかなといったところであります。今日の日経平均、38,591円で寄り付いた後、9時29分に38,400円まで値下がりしてからは、それからは割ともう終始5場にかけて上昇し、最終一旦5場でも一回しゃがみましたけれども、引けにかけて上がっていったと、こういった形になりました。明らかにですね、やっぱり3月7日までの、上昇一辺倒と言ってもいいような動きからはですね、明らかに変化が出てきたなといったところですね。で、売買代金も依然として大きいことは大きいんですね。売買代金依然として大きいことは大きいんですけれども、それでもですね、やっぱり、4兆3300億、4兆3374億ということで、依然として大きいんですけれど、傾向としてはですね、少しずつ、売買代金が、落ちつつあるといったところですね。で、そんな中で、昨日、行われた春闘の集中回答日、極めて強い数字が出てきましたね。もう大手企業はほぼほぼ満額回答という形になりまして、で、一方で今日あたりではですね、いわゆる非正規の方々の賃上げもですね、結構もちろん、同じようにはいかないんだけれども、ある程度先が見えつつあるということで、今までになく 7% に近い6% の後半の賃上げが見込まれるということも言われていてですね、にわかに日銀のですね、来週19日の決定会合の結果発表、お昼過ぎになるかと思われますが、ここでですね、今囁かれているのは、まずはマイナス金利の撤廃、そして ETF 等の買い入れの停止、もうやめるということですね。それから YCC も撤廃と、3点セットのが一緒になって撤廃されるのかなと、こういう話も出つつあって、そんなことになったらちょっと大変なことになるんじゃないの、日本の株下がるんじゃないのっていう言い方をする人も昨日今日と増えてたんですが、そんな中で今日ですね、割と引けにかけて戻っていったあたりを見ているとですね、だんだんそういった話にも織り込まれつつ、市場に織り込まれつつあるのかなという気がいたします。で、気になるのはですね、マイナス金利の撤廃が実際行われた場合に、事実上一番恩恵を被るであろう銀行株ですね、これがどちらかというとちょっとやや冴えない動きになっていると。その中でも銀行株の中でも一番大きい三菱 UFJ のですね、株価がやや冴えないあたりがですね、
気になってらっしゃる方も多いかと思うんですが、まあ、これどちらかというとやっぱり先週信用残がですね非常に増えてしまっていて、まあ、本来ですね、まあ、この手の、まあ、いわゆる、まあ、高配当の、まあ、安定的なといいますか、まあ、固い株についてはですね、まあ、現物投資のイメージが強いんですが、まあ、三菱 UFJ に限って言うとですね、猛烈にこれ信用取引のですね残高増えていて、それでここのところの、まあ、急落でもってですね、まあ、ちょっと信用取引の取り組みが急速に悪くなった、まあそういうことが、まあ、考えられますね。まあ3月末の配当取りを、まあ、信用でやっていこうという方もまあ現実にはおられるんでしょうけれども、まあやはりどちらかというとやっぱり先週はですね、明らかにマーケットはですね、少し過熱したんだなということを、まあ、思わざるを得ない状況になったと思います。3月の第1週の時点でのですね、信用改ざんの一番多い増えたもの、信用改ざんが増えたやつですね、これは三菱 UFJ が1位1036億円信用改ざんがですね、でレーザーテックが959億円、ソシオネクストが770億円、ソフトバンクグループが734億円、東京エレクトロンが651億円とで続いて、アドバンテスト、三井住友フィナンシャルグループ、三井 E&S で、あとは日経レバー、トヨタと、こういう順番がでですね、まあ、信用残が増えているということですね。まあですから今申し上げた銘柄、まあ一部、まあレーザーテックなんか4連続だかなんかしておりますけれども、まあ基本的にはやっぱり先週末から比べると、まあ、下がってるものも多いわけなので、まあ、この信用残が今後少しマーケットに重く、まあ、のしかかってくる可能性が高いのかなというふうに思います。まあ一方でですね、同じように銀行株が、まあ、下がったってイメージが強いんですけれども、まあ、このところ、騰落率で見ると、まあ、九州フィナンシャルグループですとか、みずほ、京都フィナンシャル、三菱 UFJ、静岡銀行ですね、このあたりが、まあ、下落率が大きいわけなんですけれども、一方で、福井銀行ですとか、東和銀行ですとかね、大分銀行、佐賀銀行のように、まあ、マイナス 0.4% ですとか、まあ、せいぜい 2% ぐらいしか下げてないのもあってですね、まあ、銀行株が全部下がってるかっていうとそうでもない。まあ、どちらかというと、やはり上げが急だった銘柄が、まあ、基本的には下がってるという状況になっているのではないかと思います。まあ、どうしてもですね、4万472円という、まあ、3月7日の午前中のザラバの高値を見たところから見るとですね、結構下げがきつくなってきているので、まあ、将来ちょっと急にこう悲観するような見方も出ていますが、まあ、昨日の動画でも申し上げたようにですね、間違いなく日本の、まあ、日経平均株価を構成している主要企業の経常利益の水準はですね、ずっとこう年を追うごとに積み上がっていてですね、2025年まで見渡してもですね、かなりやっぱりこれは積み上がっていく、つまり利益が上がっていくという状態になっているので、決して今の株価がですねものすごく割高になっているってわけではないけれど、まあ何といってもですね、今年になってからの上昇率が、まあ、日経平均は非常にまあ激しかったわけですよね。まあ、主要株価の指数で見ると、まあ、一番よく有名な指数で言うと、まあ、ソックス指数が一番上がったんですが、まあ、その次は今年になってからですね、次が日経平均、そしてトピックスで、その後が、まあ、S&P500、ナスダック、ニューヨークダウというのことになりますが、いずれにしても、まあ、日本株の上昇が、まあ、非常に目立ったためにですね、まあ、今スピード調整が、まあ、今後起こるということは十分考えなきゃいけないわけなんですけれど、まあ、そのことによって、
まあ、日本株に対するですね、見方が大きく変わるということには、まあ、私はならないと思っているんですね。しかしながら現実は下がってくるといろいろ話が出てくるわけです。特にやっぱり今思われるのはですね、その月曜日、今週の月曜日にですね、まあ日銀が ETF を、まあ午前中にトピックスが 2% 大きく割れて下がった時にですね、ETF の買いが起こらなかったということですね。まあご存知のように3月11日の月曜日はですね、868円安をしたわけですが、まあ途中、1100円を超える下げになったりもしていたので、午前中トピックスも大きく下げたわけですね。しかしながら、まあ ETF の買いが起こらなかったと。まあ ETF を日銀は買わなかったと。もちろん今の段階では日銀は年間 ETF をまあ買える、12兆円まで買えるという、まあ枠組みにはなっているけれども、現実にはこのところ全然買ってなかったわけですよね。で、まあ、暗黙の了解として、前場 2% 下がったら ETF を買うということが暗黙の了解であったわけだけれども、まあ、今回は買わなかった。で、そのことをですね、まあ、非常に悲観的に言った人もいたんですけれども、まあ、私は昨日も申しましたが、やっぱり海外の投資家なんかは、中央銀行が自国の株式の、まあ、ETF をですね、買うということ自体が、もう、デフレ脱却に自信がないのかと、こういうふうにまあむしろ思ってしまって、今回ですね、日銀がまあ YCC の撤廃とこの ETF の買い付け、そしてマイナス金利の解除、3点セットで解除したらしたでですね、むしろ海外の投資家はいよいよ日本がデフレ脱却なんだなと、まあ政府のデフレ脱却宣言はまだなされてはいませんけれども、いよいよ近いんだなという連想をおそらくするはずなんですね。まあしかしながら、やっぱり金融緩和をまあ異常に続ける状況と、そしてまあ ETF の買い付けとかにまあ慣れてしまって いるとですね、まあ、それがなくなると日本株がひょっとしたら調整するんじゃないかっていう、そういう心配を持つ人がいること自体がいけないとは言いませんが、おそらく私は逆の結果になっていくんじゃないのかなと思われます。ただその瞬間にですね、まあその時のポジションで、まああるいは信用取引でこう増えたような銘柄がですね、まあ売られてしまうようなリスクは一時的にはあり得ると思いますね。まあ、しかしながらその後は全く違った動きになっていくんではないかと思っています。まあですから将来的に、まあ日本株に対して私は非常に強気で未だにいるわけなんですが、まあ、やはり1月の頭からこの3月7日までの大きな上昇に対してですね、今初めて調整が行われているわけなので、まあ先週の木曜日から始まった調整がですね、まあ2ヶ月以上にわたって上がってきたものに対する調整なわけですので、まあやはり、それなりの日柄が必要になる。まあですから、短くてもですね、3週間程度、まあ3月末ぐらいまでの感じですかね。長ければ2、3ヶ月というような、まあ、調整になってくる。もっと言うと、まあ、去年の1月の、まあ、要するに第8回からずっと、まあ、言ってみりゃ、9月、10月、11月、12月ぐらいまではですね、まあ、横ばいを、まあ、したわけですが、そこから基本的にはもう1年間以上ずっと上げ続けた相場ですからね。そうなればやっぱり、数ヶ月の下げっていうのもあっても何にも不思議がない。であったからといってで弱気の虫がまあ湧いてくるわけなんですけれど、まあ、そこで、まあ日本株を諦めてしまうということが、まあ非常に、まあ懸念されるわけですね。まあ実際でも下がってくると弱気の情報がたくさん出てきます。まあそういう時にですね、やっぱり日本企業の業績が本当に良くなってきているっていうことですね。そして今回春闘で表されているように個人消費がしっかりと、まあ、伸びるようにですね、まあ、賃金が上がると。
そうなればどっかで実質賃金がプラスになるでしょう。だからやっぱり今政府にやってほしいのはですね、まあ、岸田内閣がやっているなんかこう子育て支援でも何でもいいんですけど、なんかこう丸めていろいろこうやって、結局負担が増えてんのか減ってんのかよくわからないみたいなもやもやした制度ですね、ああいうのをもっとすっきりさせて、やっぱり分かりやすくしてですね、賃金が伸びたらですね消費が増えるような、まあ、そういうものにしてもらいたいっていうのが強くありますね。まあ、今日もですね参院議員の、まあ、例の裏金問題でもってですね、まあ、自民党の世耕さんですとか西田さんとか、まあ、出ていろいろやってらっしゃってるのを私ちょっと、まあ、テレビで拝見しましたけどね。まあしかしながら本当に何て言ってるのかな、こういうことに時間をそんなに割くべきことなのかどうかですね、本当にまあ極めて不思議でしょうがないなというふうに思っています。まあ今やっぱり政府がやんなきゃいけないこといっぱいありますよね、しかしやっぱりこういう何かこう自民党を叩こうとすると、もうとにかく野党はそこは躍起になってやってくるわけですが、まあ正直もうこれ以上この問題で叩いても自民党がまあ良くなるわけでもないし、かといって野党の人気が上がるわけでもないし、ただ時間だけがまあ費やされていくという感じですね。まあそんなことよりやっぱり私はやはり本当の意味でこの子育て支援でもですね、もっとしっかりとした考えを出すということと、それとやっぱりですね、国債の発行とかに対するそのもうちまちましたタブー視をするんじゃなくて、やっぱりデフレ脱却をして経済がまあ本当に正の、まあ、いい方向にぐるっと回り始めるまできちんとですね財政出動もすると、ケチらずにですね、それをやることによって、正の循環に完全にしてしまう、そして個人の消費も増える、企業業績もそのことでますます、まあ、上がっていくと、こういうことをですねやってさえいればですね、まあ、日本の株式市場もっともっとですねこれから期待できることになると思うんですね。まあそこが、まあ、懸念材料といえば懸念材料なんですが、まあ基本的にですね、まあここからしばらくは調整に入ってしまうと思いますので、その間にですね、まあネガティブな話ばっかりにならないようにですね、まあ、今からきちんとですね準備をしておきたいなと、こんなふうに考えています。 KIS というですねオンラインによる投資のサロンの、まあ、メンバーとして私はアドバイザーをやっているわけですが、マーケットが1日終わった後の解説を私やっていたりとかですね、朝一番にですねマーケットの状況と短期で勝負できる銘柄の、まあ、解説をやったりですね、投資の基本的なことを学べるコンテンツがずらりと並んでいたりとかですね、月額1万1000円ではいいサービスをですねやっているというふうに私はそう、まあ、思っていますが、気に入っていただいたらですね KIS のサロンの会員になっていただいたらどうかな、まあ、こんなふうにも考えていますので、皆様ぜひこちらの方もご利用いただければ嬉しく思います。Thank you.